フェロー諸島で2003年に発行された郵便切手に描かれたアスクとエムブラ。アンカーエリペーター戦によるアスクとエムブラは北欧神話において神々に創造された最初の人間の男女である。男性がアスク、女性がエムブラである。スノーリの言った第一部、ギュルビタブラカシ第231章においてはオーディンとその兄弟、ビリとベイが この最初の男女の創造者であった。三人は浜辺で二本の流木を拾うと、それらに人間の形を与えた。オーディンはそれに息吹を与えた。また、ビリは感情と知性を与え、ベイは言葉と感覚を与えた。コエッタの巫女の予言では経緯が若干異なる。オーディンの他に創造に関わったのはヘーニルとローズルであった。ヘーニルは二人に心を与え、 ローズルは生命の温かさと良い姿を与えたと書かれている。トネリコから作られた男性アスクとニレから作られた女性エムブラ。この二人の人間がすべての人類の先祖となった。二人は水がるずに住んだ。シーグルズルノルダルはアスクとエムブラは旧約聖書の創世記で語られる最初の男女アダムとイブと名前の頭文字が同じであるが、 これは全くの偶然であろうと考えている。アスクは木の名、トネリコのことである。エムブラはゲルマン祖母型がアンビランであるならば、ゲルマン人にはツタ植物を意味する子であっただろう。昔、火を起こす際には硬い木で作った棒を柔らかい木の切り株に切り揉みしていた。このことから命も同様に二種の木の降雪から生まれるという考えが生じた。 トネリコは硬く、またツタ植物は柔らかくて、発火に適しているとされていた。二人の名には、こうした古い民間信仰が潜んでいるとノルダルは考えている。ありがとうございます。